はい。じゃあ、京子先生で。京子先生の電話番号。そうだ。あの留守番電話。あれは最後に叫び声が聞こえた。見ないでという叫び。あの声は女性の声だった。あれは京子先生の声だったのか。以前、京子先生は誤って桜井に殴られた時、その視線に異常なまでの反応を見せた。ということは、京子先生は、視線に恐怖心を抱いている。京子先生は見られることがだ、こっちで行きたいと思います。あの言葉は、京子先生の心の叫びだったのではないか。もしかしたら度重なるいたずら電話によって、京子先生の心は蝕まれ、あんなことに。そんな気がする。そうか。どうしたすみ。サトル君の電話番号は、京子先生の自宅の番号だったんだ。何？それは本当か？本当だよ。ほら、これ。父さんはプリントを見つめると、一緒にいた女性に何やら耳打ちをした。まんまと騙されたな。私たちが今まで調べていた番号は、すべてガセだったんだが。せやな。けど、今回は持ち主が特定できたわけや。ああ、そうだな。スイメン、私たちは仕事ができた。この場を離れなければならないが、大丈夫か？うん、任せてよ、父さん。俺の返答にうなずくと、父さんたちは足早でどこかへ行ってしまった。アツコ、大丈夫か？うん、大丈夫よ。ねえ、桐崎くん。何？公園へ行かない？何を言い出すんだ、アツコは。今から？無理だよ、休まないと。ダメよ。今すぐ行かなきゃ。アツコに誘われるように、俺は公園に来てしまった。あたりに人影はない。俺は電話ボックスに入り、あることを確認した。やはり、ここに書かれていた電話番号は、京子先生の自宅の電話番号だ。そして、俺はそこでもまた、あの視線を感じて、思わず後ろを振り返った。うわ！振り返ると、そこには敦子がいた。不安そうな顔でこちらを見ている。あ、つっこ？あつこは何やらブツブツとつぶやいている。どうしたんだろう。どうしたんだ？大丈夫か？サトルくん、ごめんなさい。おい、大丈夫か、あつこ？あつこはブルブルと震えたまま、同じ言葉を繰り返した。もしかして、最悪のケースを思い浮かべてしまったか、それを振り払うかのように、俺は頭を横に振る。その時、またあの視線だ。いつもまとわりついてくる。あの視線。これは、またあの茂みからか。セルフクエスチョン、視線の主は、あの視線の主は誰なんだろう？ん？主の方がいいのかな？あの視線の主は誰なんだろう？過去の出来事から考えてみよう。公園は不特定多数の人間が集まる場所だから、もっと限定された場所で感じた視線について考えるのがいいだろう。あの時、ミクの葬儀の際、焼香のため並んでいたら、あの視線を感じた。あの場所にいたのは、
焼香の時。でも並ぶ前から感じていたような気がするんですよね。たくさんの人がいたからわからない。わからない。あの時はたくさんの人がいたから。だけど俺たちが焼香の列に並んだ時、後ろにはよく知った顔があった。俺たち三人以外の顔見知り、それは先生たちだ。それで俺たちの後ろに並んでいたのは、突然の登場ですね、教頭と校長、桜井と京子先生だ。桜井と京子先生、確かに俺たちの後ろに並んでいた。そうなると思い当たる視線の主は、さっき京子先生の電話番号だった。あ、ちょっと待って、あ、どうしよう、どういう風に選べばいいんだろう。今感じたのは、いたずらとかで苦しんでいた京子先生を守るために桜井がやっていたことかもしれないと一瞬思ったんですけど、でも京子先生が視線に怯えていたのは、実は今自分たちが感じている視線と同じものを感じていた。それで恐怖を感じた。その視線は誰のものか。桜井だ。不倫をしているというのも、実は桜井自身が振りまいた噂だったり。歪んだ愛情というやつですかね。そう、一つ思い出しましたね。桜井というか先生方は公園を巡回していたと言ってましたね。巡回している最中に、亡くなった、ああ、名前忘れちゃいましたね。みっこ、あれ違うな。最初の犠牲者の女の子。あ、名前忘れちゃった。と、出会っていてもおかしくなかった。厚子と出会っていてもおかしくなかった。そして、いたずら電話はあの電話ボックスからかけられる。場所は固定されているから、そこから電話をかける人がいたずらをしてくるということがわかる。その視線は何を見ていたか。いたずら電話をしてくる人間を見張っていた。そして、あるよ。ミク。そう、ミクが電話をかけているとき、に襲ったかどうでしょうね。ね、光る男の子がやっぱり気になるけど、どうしよう、桜井で行こうかな。桜井だ。そして桜井の視線には京子先生も怯えていた。あの舐め回すような視線の主は桜井なのではないだろうか。桜井先生、俺は声の限りに叫んだ。あたりにその声が虚しくこだまする。桜井じゃないのか。あ、そういえば、タイノが言ってたっけ。どうして電話番号の主はあんな仕掛けをと。俺がかけた時は留守番電話だったが、厚子がかけた時は相手が出たという。ということは、電話番号の持ち主である京子先生は厚子の声を聞いているはずだ。そして当然、ミクの声も。京子先生は、あのいたずらをした犯人を探すために、ずっと電話を受け続けていたとしたら。よし、最後にもう一度事件を整理してみよう。ああ、そうか、共犯説か。なるほど。電話を受け続けて、それを監視していたのは桜井だったってことか。
原田美久を殺害したか。殺害。いたずら電話。美久は京子先生にいたずら電話をかけた。確かに。京子先生が美久を殺害した。違うな。これで。そして、サトル君と京子先生は、留守番電話。留守番電話。あ、違うな。電話ボックスだ。電話ボックスだ。桐崎同盟。サトル君は調査。調査だ。あれ、意味なってどうなっちゃったんだろう。サトル君は収集。あれ、意味なと、サトル君は電話ボックスで意味なを収集していた。あれ、あれ、支配下に置くと言ってましたね。ということはもしかして、イミナを収集していたのはサトル君でイコール、京子先生だった。ああ、まあ、ちょっと膨らみすぎかな。桜井はイミナを知られた。それで操られている共犯者。どうかな。イミナの必要性が分かんなくなっちゃったっすね。サトル君は連絡網でイミナを収集。連絡網でイミナを収集。連絡網で。ああ、どうだろう。電話ボックスって、ああ、連絡網で。あ、ちょっと分かんないですね。ちょっと難しいです。タイノ。タイノはオカルトマニア。原田美久とは友達？同級生。イミナ・原田美久。殺害。おえー、名前が来た。あいたー、どっちだっけなー。こっちだったかなー。あー、ここは、しまった。覚えてない。親友。原田明美さん、お母さん、一人娘。これで終わったんですかね。さあ、どうかな。いきます。このロジックを最終決定としますか。はい。あら、ここ。推理を固めた俺は、真偽を確かめるべく、茂みに近づいた。一体、そこに何が待ち受けているのか。うわっ！突然現れた二つの眼球に、俺は思わず、及び腰になった。そして、そこから現れたのは、棒切れを持った京子先生だった。先生！その言葉はすでに人のものではなかった。先生は素早くアツコに駆け寄り、その棒切れで彼女の頭を殴りつけた。アツコ！今度は俺の方へと向かってくる。薄れゆく意識の中で俺は見た、駆け寄る父さんの姿を。すまない、すめ。父さんの声が遠くに聞こえる。そして父さんは京子先生を拘束したが、その直前、京子先生は持っていたナイフで自らの両目を切り裂いた。そして俺は完全に気を失った。